ドゥ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 皆さんこんにちは、アーリーチャンネルです。今日はこの前ですね、ママとデートでテスト勉強に使うものを買ったんですよ。で今回はそちらで買ったものを紹介していきたいと思います。でもしまだママとデート見てないよっていう方がいらっしゃいましたら、そちらもよかったら見てください、お願いします。ということで今日はね、文房具をたくさん買ってちょっとテンション爆上げということで、今日はいつもの動画よりテンションが高いと思うんですけど、ご了承くださいませ。ということで紹介していきます。それでは早速やっていきましょう。まあね、その文房具紹介してテンション上がるのと、あと今日めちゃめちゃ漏れるの。今日ね、実はね、インスタのストーリーを上げたんだけど、めちゃめちゃ漏れて、もう本当にもう、にゃーにゃーにゃーみたいな感じ。じゃあ、紹介します。カットされるな、絶対ここ。東急ハンズで買ったものから紹介していきます。東急ハンズ。東急ハンズ。ということで、はい、東急ハンズでね、初めてこんなにたくさん買いました。で紹介していきます。まず一つ目はこちら。こちらはですね、キャンパスのサラサラかけるルーズリーフでございます。でこちらの金額が330円でした。これがずっと欲しくて、今までは無印のあのルーズリーフを使ってたんですけど、もちろんね、無印も最強なんですよ。めちゃめちゃ完璧のルーズリーフだったんですけど、これね、一マスっていうかのところにてんてんてんっていうね、ドットっていうのかな、がついてるので、文字を同じ大きさで書けるっていうのがすごい良くて、欲しくて買っちゃいました。友達が使ってて、それどこで買ったっつったら、普通に文房具屋さんで売っててつって、キャンパスのやつだよって言われて、よしじゃあ買うかと思って買ってみました。もう見て、なんか裏にこういうのが書いてあって、ではあなたにとって書き心地の好みはどちらですか。そろそろと流れるように書きたい、軽いタッチで力を抜いて書きたい、滑らかに素早く書きたい、机の上や下敷きを使って硬いところで書きたい、細いペン先も引っかからずサラサラ書きたい。こんなあなたにはサラサラ書けるキャンパスルーズリーフということで、でこれが B5 で100万入ってるそうです。いいですね。続いてはこちら。こちらはリングノートでございます。で値段が550円でした。でこのリングノートちょっと違くて、見てください。リングがここに4つしかないんですよ、1、2と。でこれなんでこれしかないのって思った方いると思うんですけど、これね、ルーズリーフに字書いてる時とかって、全部穴のやつ通すリングがあると当たるじゃん。で書きにくいじゃん、端っこらへん。リングがここしかないのですっごい楽なんですよ。ノートみたいな感じで、めちゃめちゃいいです。で私最近白系集めるのにハマってて、白のリングノートにしてみました。でこれね、これも B5 のやつ買ったんですけど、これもともとルーズリーフついてるのすごーと思って嬉しい。でこんな感じで入れられます。リングが手に触れないっていうのが一番大きいですよね。続いてはこちら、シャーペンでございます。こちらはフレフレシャープというね、シャーペンで、でこちらが220円でございました。これはね、結構周りの人が使ってて、借りた時にめちゃめちゃ書きやすかったので買ってみました。でさっき言った通り、私は白系集めるのにハマってるので、白のシャーペンにしてみました。筆箱白で統一したいね。でこちら 0.5 です。書いてみていいですか、このルーズリーフで。まあとりあえず書いてみます。あ、書きやすい。字汚いけどこんな感じです。めちゃめちゃ書きやすい、てかルーズリーフ書きやすいシャープも書きやすくて最強。はい、ということで、めちゃめちゃ書きやすい。これ今ね、個人的に 0.3 より 0.5 すごいハマってて、もうやばい、やった。だからね、商品名の通りフレフレって書いてあるので、振るとシャーペンが出てきます。新ね、良き。続いてはこちら。これもう本当にずっと欲しかったの、ドクターグリップのシャーペンでございます。もうね、この白がずっと欲しくて買ってみました。こちらの値段が660円でした。いけます。これも振るだけでシャーペンが出てきます。でこれがね、友達に借りたんですよ。そしたらこれも友達に借りたんかいって話なんだけど、よく借りるんですかね、書きやすいよって言われて、え、貸してみたいな。でまあ借りたらめちゃめちゃ書きやすいということで、 0.5 の白買っちゃいましたやばい、ちょっとテンション上がってる、やだ。でこれがね、パイロットなんだよね。パイロットしか勝たんだよ。でこれがね、ちょっと重めのシャーペンだからいい
バランスのように描けるというか。であとはこの持つところが疲れないんですよ、全然。ちょっとグワンってなってるの。だからいいですよねっていう話で、よくなんかみんながやってるのはここのドクターグリップのここが取れるんですよ。でここの間に推しの写真を挟んだりとかするらしいんですよね。すごいよね。よく友達が挟んでます。くろみちゃん挟んでる友達もいた。はい、書いてみましょう。うわーもう最高今日。あー書きやすい。待って、どっちとも書きやすいって何？最強。あー書きやすい。はい、パイロットドクターグリップでございます。はい、フラッシュホワイトです。続いてはこちら。こちらはですね、ケプトの定規です。なんかさ、ケプトに定規あるって知らなくてちょっとビビっちゃったよね。シンプルで可愛いので買ってみました。こちらが242円でした。ちょっと開けてみよう。他にもいろんな色がありました。これはね、ムーミングレーって言って、ムーミングレー、ムーミングレー、ムーミングレー、グレーって白っぽいしいっかなみたいな。なんかこういう感じ、え、超良くない？なんかシンプルで良きですね。いいね。こんな感じになってます。反対側にも定規がついてるのでいいですね。反対側定規ついてるのはね、無敵。東急ハンズで買ったものは以上です。続いて100均で買ったもの。100均はね、1点しか買ってないんですけど、こちらですね、プロパスウィンドウのカラーマーカーです。この前も違う色を買ったんですけど、もうね、描きやすいんですよ。持ってるのがグレー、青、赤を持ってたんですけど、ちょっとやっぱ集めたいということで、100均で買いました。で、他にも普通の文房具屋さんにも売ってるので、もう全コンプできるように頑張ります。使いやすいよ。オレンジ。スモークオレンジですね。プロパスウィンドウのマーカーペンは蛍光ペンもあるらしいんですけど、私はこの色が断然好きです。書いてみます。窓がついてるんですよ、ここに。だからまっすぐ引けるのでいいです。で、これが太い方と細い方がついてます。こんな感じです。いいね。続いてはロフトで買ったものを紹介します。ロフトではまず一つ目がこちら。こちらは 0.3 の写真です。0.5 は無印のがまだ残ってるんですけど、0.3 の写真があと2本ぐらいしかなくて、もうダメよ。残り少ないので新しいのを買いました。で、こちら200円でした。で、これね、よく持ってる人がいてね、白系なので買ってみました。白系ブームだから、オリチャンネルは。みんな筆箱はどういう系の色にしてますか？なるほど、なるほど。これはね、ここにザラザラがあるんだけど、ここグッて押すとこんな感じで写真が出てきて、ここが折れるのでめっちゃ撮りやすい。え、これめっちゃいいじゃん。いや、なんか使ってる人よく言ってさ、使いやすいって言ったら、うん、使いやすい使いやすいとか言ってたけど、シンプルイズザベストって感じですね。これは筆箱に入れますということで、続いてはこちら。こちらは卓上掃除機ミニクリーナー2でございます。で、こちらはですね、560円でした。で、これがね、消しカスとかを取ってくれるんですよ。私の机の上が消しカスだらけになるんですよ、勉強終わった後とか。なので、これを机に置いて綺麗に掃除しようということで買ってみました。で、こちらね、限定色だって。なんか白っぽい、なんかクリームホワイトぐらい、まあ綺麗な色なので買ってみました。開けてみましょう。でね、なんか机が汚いとなんか勉強のやる気出ないから、これで綺麗にしたいと思います。結構大変なんだね、消しカス集めるので、こういう感じになってまして、これが机だとしたら、こうやって自分でこう滑らす感じになってて、ここにねブラシがついてるので、走らせるとこんな感じで回ります。で、そうするとゴミが集められるという感じで、ゴミはですね、ここに溜まってくれて、こう開けるとここに溜まってくれるそうです。なんで集めたらこうマップをパッパッパッって捨てられることができます。これいいですよね。普通見た目も可愛いので、そのままポンって置いててもいいですね。もう最高。はい、ロフトは以上です。ラストはダイエーで買ったものを紹介します。こちらです。止まらないアーモンド小魚。はい、私の大好きなやつ。こちらは189円でございました。ね、ちょっとね、パパにも言われちゃったんですけど、足太くなったねって言われたんですよ。やばいと思って、でもやっぱ口に入れたいんですよ。だからこれをちょび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 食べたいなと思って買いました。いつもね、お菓子食べちゃうからね、これを食べて、あと氷をガブガブ食べて勉強を頑張りたいと思って買いました。
続いてはこちら。こちらはブクブクアワーってやつです。え、なんでこれテストで買ったのみたいな思った方いると思うんですけど、テストで疲れたらもうお風呂が大好き。お風呂は勉強終わった後のお風呂は1時間以上入っちゃうんですよ。で、これがね、泡風呂になるんですよ。で、買っちゃいました。で、これが230円で、これがコラーゲン入って美肌潤い成分が入ってたり、ヒアルロン酸があったり、ロイヤルゼリーエキスだって、保湿成分が入ってるんだ、すごくない？ということで買っちゃいました。まあね、テスト期間はちょっと夜遅くまで勉強したりする時があるので、そうするとまあニキビができたりとかもするので、これで頑張ります。本当に疲れた時に使えますね、これはね。うん、ということで買ったものは以上です。こんな感じでした。はい、ということで今回はママとデートの時にテスト勉強で使うものを買いました。いや、ほんとシャーペンがめちゃめちゃ気に入りました。もうね、早く勉強したいです。新しいルーズリーフも買えたし、もう幸せです。明日学校なんですよ。もう超楽しみです。はい、早く学校行きたいですね。はい、まあこれで筆箱の中もガラリと変わるでしょう。はい、じゃあまた文房具買ったら紹介しますので楽しみに待っててください。それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。